清水都市1月1日から1945年12月7日は、栃木県出身の画家。栃木県下津賀郡国府村大和大塚で、清水東十郎、村夫妻の長男として生まれる。弟は、東和道文書院教授、外交官、清水忠さん。栃木県立栃木中学校から、陸軍士官学校への進学を志し、成城学校に転校。 1906年に同校を卒業するも、陸軍士官学校への受験に失敗し、翌年には単身アメリカ合衆国へ渡航する。しばらくはシアトルで肉体労働に従事するが、1912年にオランダ人画家ホッコタダマが、同地で開いていた画塾に入門した。1917年にニューヨークへ移り、 デザインの仕事をしながらアートスチューデンツリーグでジョンスローンらの教えを受ける。一時結婚のため帰国した後、サイト米翌年の1921年に第34回アメリカ海が彫刻展に横浜夜景が招待出品される。一旦は受賞が決まったもののアメリカ人でなかったことを理由に受賞を取り消されてしまう。その後1924年に一回挙げて、 フランス・パリに移住し、三宅勝美や藤田嗣ぐ海エ原木之助、清水高志らパリ在住の画家たちと交わりながら、サロンド・トンヌで入選する栄誉に預かった。1927年に帰国してからは、東京を拠点に活動し、1930年の第17回二家店で、地に、イコイフ・ニー・オリニカを受賞。その後は、独立美術協会の結成に加わるが、 1932年、従軍画家となり、戦争を題材として、多くの戦争画を描く。裁判年は、栃木の成果に疎開するも、6月に、長男、幾夫の戦手を知り終戦直後の12月に死去。ありがとうございます。